お、食った。おっしゃー。来た。うちゃ、食ったー。よし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 。もっと釣りたいの。もっと釣りたいよ。だからきっと食べてゆく空へ。さあ今回はですね、夏の風物詩相模湾といえばキハダ、そしてカツオ、はい、始まっております。あ、始まってますね。はい、今回はですね、なんとルアーゲームだけではなく、うん、こちらライブベイト、ライブベイト、はい、っていう泳がせ、餌釣りですね。餌釣り、イワシを使った泳がせ釣りってことで、はい、ピンクフロロを今回は使って、はい、ピンクフロロね、使ってやります。だって見えてないんだもんっていうことを今日どう出るか、はい、試してみたいなと思ってます。はい、はい、それでは1日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ルアーから、ルアーからです。まずちょっと魚が跳ねてるのでルアーから始めます。ちょい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 魚が跳ねてるんですよね。こんな湾内ですごいな、魚が。うわー、ほら、まだ見えた、まだ見えた、シイラもおる、シイラおる、シイラ食いそう。ど真ん中に入れると食わないからね、入れないとダメだよ。いや、入れますね。買いたかったらね、そこ回収して投げ直して。シイラいる。入ったでしょ。お、来た。ね、とりあえずハミが出てて、今そこに向かって打ち込んでます。羽は、あ、出てる、ほら。タイミングがね、合わないですね。お、すごい跳ねてる。あ、そうだ、シンキングある、シンキング。あ、シンキング、変えないとねえな。イワシが小さいからね、ちょっと小ぶりのやつはいいかもしれない。あ、左よ、左、あ、左行っちゃった。おお、入ったんじゃない。めっちゃラインがゴンゴン言う。カツオかもよ。ちゃちゃちゃ、今。こんなジャンパ
ないよ。カツオだカツオ。来ない、抜けた。目の前目の前、ルアー入ってんね。これ釣れなかったら帰ってもらいますよ。やだ。なんだよお前、カツオだったな今。なんで。いやカツオだ今。やだ、カツオ、カツオだったんです。嘘でしょ。いやマジかよ、外れたよ。もう一回来い、お願い。シーラ？シーラだよ。抜き上げちゃって、抜き上げちゃって。決め直しだ、エビさん。デカシーラ。サメ付きのナブラで、いいの跳ねてたんだけど、シーラが食ってきちゃいましたね。モンスターショットの140、一発でしたね。とりあえずまあ1メーターオーバーかな。はい、お願いします。ありがとうございます。さあ、ただいまですね。カツオとマグロのナブラを見つけて、まあ、私たちもですけど探してる状況で走ってる中なんですけども、川島さんは、はい、まあ、餌釣りメインの釣りをしてると思うんですが、ね、はい、魚に見えないピンクウロロ、はい、使い心地だとか、まあ、どういった時に使ってるとかあります？そうです、今日なんか特にそうなんですけど、はい、ね、カツオってあの結構目がいい魚なんです。ラインとかも結構気にしてて、結構ね太いラインで使っちゃうと、はいはい、食わない時とかあるんです。あ、そうなんや。それでまあ今回使ったのが16号メインで、はい、16号、18、20、22ってやったんですけど、魚から見ると要はあの反射で、うん、光の反射で全部黙認するらしいんです。はい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 。それをまあそこで透過させちゃうっていう、はいはいはい、とにかくあのカラーフィルター効果のパテント B ってことで全部あの見えなくしてしまう、はいはい、そんなラインになってるんですよね。だから今回なんか特にいいんじゃないでしょうかね。あ、ね、なるほどね。反射でドーンってぶつかってくる魚、 それでピカッてこう光るじゃない、はい、それが魚が嫌って逃げる、はい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 、それをしっかり餌に向かってしか、そうそうそう、光を通してしまう、で見えなくしてしまう、そんなウロロカーブ。よし、おきたよ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 。イワシなんですけど、今回使ったイワシがこちら。太いのがマイワシ、これがまあセグロ、こっちであの横須賀だとシコイワシっていうんですけど、これの2パターン刺し方を今から教えたいと思います。口があります、頭があります。ギリギリのところに顎から頭に向かってちょんと刺す、こんな感じです。あともう一つ、シコイワシのエラ掛けをやります。開けてもらって薄く刺す、これでいいですね。あ、いいですね。
マイワシの花がけ。スッと刺す。売り方を教えてもらっていいですか？はい、とりあえずこの、そうそう、生きがいいやつを、生きがいいやつを選ぼう。とにかく生きがいい餌を捕まえて鼻がけ、そう、それ鼻がけでいいです。ちょんって刺して鼻がけ、うん、これでいい？うん、大丈夫で、それで軽く投げてあげて、あ、ちょっと待った、それ脳天に刺さっちゃってるかもしれない。あとはこれシコイワシの刺し方、ここのエラのところここにチョンってかけてあげる。本当だ、これでいいです。沈まない基本的にはずっと流しっぱなしでベールを開けて、それで出してあげる。魚が来ると持ってきますんで、バーって出てきますから。はい、うん、そっちの方がいい。アミちゃん反対側行こう。大丈夫。よし、取った。うえ。釣れましたよ。ガツオ。クタ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 。うえ。入れ替えた方がいいかな。あ、来た来た、よし、ヒット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 。これ抜き上げ何うっそ、これ抜き上げ。今16号でやってたから、次は太めのライン22号でやってみるわ。うちゃ、くたー、うちゃちゃちゃ、うわー、いやおいでおいでおいで。めっちゃ走るで。めっちゃ走るで、このカツオ。よいしょ。よいしょー。えい。ほぼ一本釣りみたいな。新鮮なカツオじゃん。このブルーの線がいいですよね。こう新鮮がカツオの証拠。うわー、今日はカツオのたたきいただきます。ありがとうございます。だって見えてないんだもん。お疲れ様でした。
いやー、めちゃくちゃライブベイトを楽しめました。カツオがめちゃくちゃ立派で、引きもすごくて最高でしたね。皆さん、魚に見えないピンクフロロ、いろんなところで実調してみてください。今回は長介丸さんにとてもとてもお世話になりました。ありがとうございました。また来週。左落ち着いて、うん、ったでしょ、はい、もうこれはなんで中入ったのに食わんの。カーフォール、なんで中入ったのに食わんの今入ってたよね、しかもシンキングなんでだ